ホール来た、ほらホールでホールが6で魚ヒットしてます。来た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 、ホールだね。ホールホールしながらを見てて当たってくるんだね。お、今ホールホールで食わせることに成功しました。冬の大阪湾に、今日は太刀を狙いに来てます。今日はこれです、グラップラープレミアム。これでフォールレバーをちょっと駆使して今日は太刀を、釣ってみたいと思います。はい、それではちょっとやってみたいと思います。はい、まずは、まあ、僕は水平で水面つけてスイッチオンで、カウンター部分に、水深が出ます。で、横にこの数字が出るんですけど、これがジグがフォールしてるスピードを、数字で、速度として数字で、カウントしてくれるんで、今何スピードでジグが落ちてるよっていうのをすごい把握しやすくなってます。で、海の生き物は下に落ちていくものに結構無条件に反応することが多いんで、あのこれで誘ってもしくは食わして、フォールに反応がいいのか上げに反応がいいのかを見ながらちょっと今日は釣っていきたいと思います。はい、着底。誘った後のフォール、これでレバー調整で落とす時もしっかりこう魚が追う食いやすいスピードを演出できます。今まではこう上げてきて、もうクラッチ切ってフリーフォールとか、まあ、多少のメカニカルのブレーキの調整でこう詳しいってたんですけど、今回レバーでね、片手で調整できるんで、これはタチウオとかネザカナとか抜群に効くと思います。落とす時もしっかりこうアピールしながら食わしていけるっていうメリットがあるんで、もう水に入れた瞬間からかけに行けますね。今これ3のスピードで落としてるわけですよ。で、これを次巻くと、ここのカウンターが次巻き上げ速度が出るんですよ。なんで今 何の速度で、例えば2の速度で落としていって、次巻く時に3のスピードが良かったよとか、例えば今日、食いが立ってるから、H のハイスピードで落としていって早く巻く HH がいいとか、そういうね、落とすのを、どのスピード、上げるのをそのスピードっていう感じで両方数字でね調整できるんで、これがものすごいこう当たりパターンの再現がすごいしやすいというのがすごいメリットです。もう人よりもあのいつもやったら、あ、大体このぐらいで食ったなっていうのが分かるんですけど、これはもう数字で出てくるんで、あの一目瞭然です。このサイズでマイクロモジュール入ってるんですよ。とにかく滑らかです。でもなんていうんですかね、雑音が全然ないので、もう魚のバイトだけをきっちりと手元に伝えてくれるんで、非常に高感度で、リール自体が高感度で巻き心地もすごくいいんで非常に使いやすいです。で、ボディが鋼ボディなんで、まあ不意な大物のドラゴンタチウオが来てもグイグイ巻けます。スムーズですごく軽いんで、ゆっくりあのハンドル自体が軽いんでゆっくりしゃぐることもめっちゃ、きたー、ワンピッチで食いましたよ。来たよ、抜きますよ、よいしょー。巻きスピード4でした。ワンピッチの4、こうフォールで寄せて上げで食わす、もしくは上げで寄せてフォールで食わす、どっちのパターンもいけますね。フォール来た、ほらフォールで6、フォール下げ6です。もうやっぱりしゃくり上げて、クラッチ切って調整して、次6ぐらいかなと思って6にしたらゴツゴツゴツってやっぱり当たって、6の速度がいいのかもわからないですね。こう上げも下げも気が抜けないところが最高に面白いです。クニャッゲット。だから今日の今の感じやと、巻きが上げが4でフォールが6で魚ヒットしてます。まだね、これでカウンターの数字見ながら再現性でまた数をサイズを取っていきたいと思います。
62m。 ほら来た、カウンターの勝ち。あー上に泳いでるヒット、アゲもカウンターでバッチリ当たり棚ゲットです。今回はねカウンター釣り、ちょっと 62m で当たったんで 1m ぐらいちょっと細かいストを入れてしっかり食わしました。あ、口の針外れてますけど、エアダリ出ましたね、コツンって当たりました。棚が分かって、アゲの当たり速度が分かって、でフォールの当たり速度が分かる、素晴らしいですよね頼もしい武器です。ボールスピード今7ですね、7から8ぐらいギリギリのところです。まあ一番自分のね使い方としては、まあ一旦まあボトムまでつける、もしくは反応のところまで入れて、ある程度こうしゃくり上げてきて、で反応があったり当たりがあったり乗らないとか、なんとなくこのベイトの反応を過ぎたなっていうところで、まあクラッチを切りながら一瞬にしてヒラヒラっと落とすよりも、特にこういうまあバーチカルでスパンカーを立てながらバーチカルで流すときっていうのはラインに負荷があまりかかってないんで、ジグのね、フォールスピードが速いんですよ。でその速さだとやっぱり、まあ魚が追いつけないっていうことが結構あるんで、そういった時にこのフォールレバーで少しブレーキをかける、もしくは逆に緩めてあげて、反応が底ベタで早く落としたい時にはもう一瞬にして落として、浮いてる時にはレバーを上げて、そのギリギリのところですね、ジグにものすごい負荷がかからないギリギリのラインテンション、分かりやすく言うとね、少しこうドテラでねラインがこう外側に流されて、ジグがねこうラインが引っ張られて、ジグがこうヒラヒラヒラってなるスピードがあるんですけど、それをこのバーチカルでもこのボレバーによって負荷をかけることによって、そのドテラと同じぐらいのね負荷がかかって、ジグがヒラヒラ落ちると、だそういうね使い方もできるんで、できる限りねその反応がある周辺を誘ってきて食わないやつをこのホールのスピードで、次のホールで食わせるっていうイメージで使うと非常にいいんじゃないかと思います。このリールはですね、レベルワインドがあのスプールの動きとこう連動してくるんで、非常にですねフォールスピードがまず安定してます。そのフォールスピードが安定することによって、よりね、まあ、当たりが出しやすい、取りやすいっていうのもメリットになると思います。まあ、あのやっぱりこのねフォールレバーとの連動っていうのがあるんで、やはりこのレベルワインドがね追従してくれるっていうと、非常にあのスムーズな、ラインの出だし、引っかかることがねとにかくないんで、小さな当たりも取りやすいと。まあそれとあとやっぱりこのライトラインをもう使うことが、まあ、前提のライトジギングのね、リールになりますんで、やっぱりこのドラッグが出るときにもレベルワインドがね非常にこの一緒に動いてくれることによって、ラインの出だしがこれもかなりスムーズです。特にやっぱり針がね、針がかりが浅いとか、やっぱり潮が速いところで急激にギュッと走るときなんかは、やっぱりこの連動することによって滑らかなドラグの滑り出しが確保できるんで、まあ、非常にねバラシも少なくなるし、釣りやすいと思います。お、来た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 、下からね5メーターだね、下から5メーター、巻き上げスピードでね、ちょっと早めにしたら食いましたね。よっしゃ、反応は結構まばらだったんですかね、ボトムから5メーターぐらいです。でフォールスピードは約8ですね、150g のジグでフォールスピード8で、少しね早めに沈めて、ワンピッチのねショートジャークで、当たりを取りました。しゃくりもね早いしゃくりじゃなくて、ちょっとゆっくりめのしゃくりでひらっとひらを打たして、落ちた瞬間に、食ってますね。やりました、綺麗ですね。お、あー来たよ、いや来たよ、ほら来た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 、フォールだね、フォール、下から食い上がってきましたよ。下から何メーターだな、8メーターから9メーターぐらい、フォールスピードは8ですね。ちょっとかかりが浅いですけど、タチオです。 150g ですね、サーベルチューンワンピッチの。いいですね、結構ギラギラしてね、やっぱりね
結構見てるんですよ、ジグをね。だからそのフォールしながらを見てて、シャクルスピードがあった時にやっぱりこうね、当たってくるんでね。でかかった時にやっぱりこう、タチウオは特にね、巻き上げ速度が速い方がバラシが少ないんで、こういう XG タイプのね、リールのギア比があった方がいいと思います。やりました。僕は基本的にこう巻きで釣るピッチの細かい釣りを展開するんですけど、まあカウンターがついてるっていうことを生かして、探検丸とカウンターで魚がいる層をしっかりアピールするのに、まず巻きで誘って、ホールでゆっくり見せて、的確にね魚にしっかりアピールさせて、次の、巻きでしっかり食わせるための仕込みとして使うと、効果的にこのリールの威力が発揮できるのではないかと思います。巻きで誘って、巻きで食わせたいんですけど、まあ、巻きで誘って次のホールで少し他の人よりゆっくりめにホールさせる、ホールで食わせるっていうイメージよりも次の巻きで食わせるための仕込み、仕込みとか、まあ、トラップですねっていうふうに今使っています。お、あー外れましたね。今フォール、お、なんか、お、ついてますかね。あ、ついてますね。お、乗りました。フォール7で、ホール7で食ってきましたね。ちょうどこのホールの調整をして少しゆっくり落とそうかなと思った時に食ってきましたね。よいしょ。ホールのスピードを少し弱めにして落とそうかなと思って、8から7ぐらいに、落とした時にね、ポンとこう、まあふわっと竿先が軽くなるようなホールの特有の当たりが出て、食いましたね。このホールレバーを駆使しながら、ホールのスピードを少し遅くしてホールで食わせることに成功しました。